こんにちは。今日は Not to do list を作り、やらないことを意識して今に集中するという一日を過ごしてみました。私は毎朝 to do リストを作成し、頭の中を整理してから一日を始めます。この習慣が身についてからだいぶ一日の効率が良くなったなと感じているんですが、慣れてくると今度は逆に欲張りになってしまって、 to do リストの項目を増やしてしまったり、書いたからにはクリアしなければいけないというプレッシャーから一日を終えぐったりする日が多くなってきました。なので今日はあえて Not to do リスト、やらないことリストを掲げ、今に集中する一日を過ごしてみました。このやらないことリストをするメリットは、今に集中できる、メリハリがつく、不要なものがわかる、時間が生まれるです。私のように優柔不断だったり、集中力がなかったり、完璧主義者の人におすすめをします。私が今日決めた Not to do リスト、自分のこと、暮らしのこと、仕事のこと、3つに分けて作ってみました。まず自分自身のこと、冷たい飲み物を飲まない、足を組まない、だらだら調べ物をしない、自分の中で小さなことだけどやめたい、悪いなと思う習慣を挙げてみました。これはやらないことリストというより、なりたい自分への目標ということで、頭に常に置いておくことができます。次に暮らしのこと。これはあえて毎日やっているルーティンをやめてみました。一つ目は洗濯物を回さない。私は家にいる日は基本的に毎日洗濯物を回しています。どうしても洗濯物が溜まっている状態が気になってしまうので、どんな天気であろうと回すんですが、連日の雨、室内干しも増えてきてしまっているし、かなりの時間を取られることもあり、今日はあえてやらないと決めてみました。二つ目がAirPodsをつけない。同様に家にいる日、私は四六時中 AirPodsを耳につけています。何か情報を聞きながらということもありますが、基本的には耳につけてノイズキャンセリングを機能させ、静かな空間で作業することがあります。自分にとって合っていると思っていたんですが、これも日々のルーティンということで、今日はあえてやめてみる、やらないことリストに追加しました。そして3つ目が仕事について。
マルチタスクをしない、これは私の中で大きな課題です。どうしても他事が気になってしまったり、一つの作業の間に次のことをやってしまったり、気分転換という名でやっているんですが、結果的に効率が悪いなと思うことがあります。なので一つの仕事が終わるまで他のことをしないと決めました。もう一つがスマホで返信をしない。正直スマホで返信した方が早いんですが、そこはあえて触らずパソコンで返信し、スマホ時間をなるべく減らそうと思います。自分の機嫌は自分で取る、私の大好きな言葉です。いつもはこの言葉の通り、自分がご機嫌になれる好きなことや俗に言う良い行いをしていました。例えば早起きだったり、ランニング、読書、暮らしの見直しといった感じです。最近はやることが多くて、自分の機嫌を取る余裕さえなかったような気がします。いい習慣と同じように、直したい習慣も習慣化できたらいいのですが、なかなかうまくいかないので、まずは一日リストを作ってクリアしてみます。小さなことでも達成できれば、自己肯定感も高まり、自分の機嫌を取ることにつながる気がしています。実際に一日 Not to do リストを意識して行動してみたところ、驚くほど時間が生まれました。やってること自体いつもと変わらないんですが、不思議と時間が生まれて、メリハリがついて、あ、これやらなくても生きていけるなという、自分にとっての優先順位が入れ替わったような気がします。はい、といった感じで、今日は Not to do リストを作り、一日を過ごしてみました。先日の動画でいらない習慣や思考をやめてみたという動画を上げましたが、日々の中で小さないらないもの、まだまだあるなと感じています。自分の癖になってしまっていることは意識しないと治らないなと思ったので、今日はあえて文字に書いて意識しながら生活をしてみました。やらないことをはっきりさせることで、やりたいこと、やらなければいけないことに集中することができたと思います。本当は自分の好きなことをして、自分の機嫌を取るのが一番気持ちのいいことかなと思うんですが、まずはやらないことを見つけて、自己肯定感が高まって自分の機嫌を取るという方法も試していこうと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。